ヌエボ橋は、スペインアンダルシア州マラガ県ロンダの旧市街と、新市街とを結ぶ橋梁。名称は、新しい橋という意味であり、この橋とは別に、旧市街と新市街との間には、ビエホ橋が存在する。ロンダの町の旧市街と新市街は、グアダレビン川で隔てられており、その上に架けられているヌエボ橋は、ロンダの町を象徴する存在ともなっている。 ヌエボ橋はグアダレビン川が侵食したことによって形成したロンダ峡国の上に架けられた石橋である。この橋は大体南北の方向を向いており、峡国の北にある新市街と峡国の南にある旧市街とをつないでいる。日本の橋脚との間にはアーチ構造が見られる。ただし、これは2018年現在にも残っている二代目のヌエボ橋の構造であり、 初代のヌエボ橋の構造は異なっていた。この二代目のヌエボ橋の規模は2018年現在のロンダにおいては最大であり、高さは98メートル、長さは66メートルである。この橋の内部には部屋が設けられており、入ることも可能である。この場所には1735年に一つのアーチだけで峡谷を超える構造だった初代のヌエボ橋が建造された。 しかし、急増であった初代ヌエボ橋は、おそらく支持力の不足が原因で不健全な状態であったと考えられており、1741年に崩落事故を起こして50人が死亡した。このような事故があったのにもかかわらず、1751年までには、同じ場所に二代目のヌエボ橋を建設することが決定された。2018年現在に残っている二代目の ヌエボ橋は1759年に実際の建設が開始され、34年後の1793年に完成した。なお、この橋はスペインで名高い建築家であるマルティン・デアルデウエラによる作品とされるものの、実際の建設には他にも多数の職人たちが関わっている。二代目のヌエボ橋の内部にはいくつか部屋が存在し、それらは 様々な目的で用いられてきた。1936年から1939年にかけて勃発したスペイン内戦の時には敵を遊兵するための牢獄として使用されたと伝えられている部屋も存在する。遊兵されたものの中には窓から谷底に突き落とされて殺されたものもいたという。この牢獄として使用されたとされる場所は2018年現在において ヌエボ橋の建築と歴史について解説する場所として活用されている。エルプエンテヌエボ、トゥードウエスベルティーゴソブレエルタジョでロンダ20ミ,ニュートスエス20ミニュートス S20 ミニュートス S ウルタマスノーティシアース2017年2月12日閲覧。コモナジオエルプエンテヌエボでロンダダイイジャーエス、2 0 1 7年2月12日閲覧。ヒストリーオブザプエンテヌエボ ロンダ・トゥデー、ロンダ・トゥデー、2017年3月7日閲覧。ロンダ、プエンテヌエボソブレール・タジョ。トゥアザ・マドロンダ、S、2017年2月12日閲覧。トーマス、P176。ありがとうございます。